皆さんこんにちは。こんにちは。中学生シンガーのリンです。よろしくお願いします。一昨日に15歳になりまして、15歳初金山ということで、すごい楽しいです。ありがとうございます。皆さん今日はぜひ最後まで一緒に楽しんで盛り上がって聞いてってください。よろしくお願いします。まず1曲目に歌わせていただく曲は、今日この格好ということで、東京ミューデスの、ボリューム4にロケ出演させていただいたときに、ほうき星をこの格好で歌ったんですけど、今日はそのほうき星の格好で、ほうき星を歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。次の曲に行く前に一旦水を飲ませてください。ありがとうございます。改めまして皆さんこんにちは。中学生シンガーのリンです。ありがとうございます。次に歌わせていただく曲は、ユーリさんのレオという曲を歌わせていただきたいと思います。それでは聴いてください。
過ぎ去っていた。怖かったんだ、あの日君に詰められるまでは。僕と同じの小さな手、孤独周りくすぐり暗黒だ。こんなできること好きになってた。どんな時ありがとうございます。次に歌わせていただく曲は、バースデー毎月、金山では歌わせてもらっているあの自分のオリジナル曲のワンダフルバースデーを歌わせていただきたいと思います。一緒にあのこう歌ってくださる音楽プロデューサーさんを呼びたいと思います。あれ、はい、お願いします。どうもありがとうございます。りんちゃんの音楽プロデュースをさせてもらってます。 RYO リアクションと申します。このイベントの最後でも僕音楽やっていくんで、一日楽しんでいてください。はい、はい、そして何このノリ、なんか初めてじゃないこのノリちょっと楽しいかも楽しいねはい、じゃあ誕生日、あ、今月誕生日の方おらっしゃいますでしょうか。あ、手が上がりましたね。上がった2人ぐらいいましたね今。はい、
そうなんですよ。何を隠そうっていう。じゃあみんなでおめでとうって言いましょう。せーの、おめでとう。ありがとうございます。やったー。じゃあ、りんちゃん自分にもね、おめでとうっていう気持ちで歌ってください。はい。はい。そして今月誕生日の方に向けて、歌いたいと思います。それではタイトルコールお願いします。はい。それでは聴いてください。ワンダフルバースデー。手拍子お願いします。手拍子お願いします。クラップクラップ。曲に行く前に一旦水を飲ませてください。ありがとうございます。私はインスタグラム、ツイッター、YouTube をやっています。石神凛漢字で検索していただくか、 RYN お持ちで右上にちっちゃい丸で検索をよろしくお願いします。そして4月に、なんと新曲を出します。オリジナル曲の新曲を出します。ありがとうございます。次の金山ライブの時に
ここで初披露させていただくと思うので、皆さんぜひお時間のある方はお越しくださると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは早いようでもう最後の曲となってしまうのですが、最後の曲は私のオリジナル曲の A Song For You を歌いたいと思います。この曲は私の大親友ちゃんが誕生日の時に、送らせてもらった曲で、すごい親友に向けての、気持ちなどが込められた曲になっているので、皆さん歌詞に注目して聴いてくださると嬉しいです。それではよろしくお願いします。君と出会えて本当に良かった。それぞれの道を歩んでも、君は君のままで、辛い時は頼ってね、いつだって味方だから。君に重ねるメロディー、これからもずっと My best friend。 今日出会ってこんなに仲良くなれるなんて思わなかったけど、気づいたら何でも話せて、嬉しいことも悲しいこともくだらないことも全部受け取ってくれるかけがえのない存在。何かあったらすぐ電話してよ、仲間でバカみたいに笑って、時には喧嘩もしたけど一緒にいるだけでよかった。君と出会えて本当によかった。それぞれの道も夢も、君は君のままで、もろくてそんな君が好きで、誰よりも私を分かってくれてありがとう、感謝してます。ずっと君と同じ光を辿っていきたい。いつまでも笑い合ってよ、ずっと続く私たちのストーリー。君と出会えて本当に良かった。誕生日おめでとうございます、りんちゃん。ありがとうございます。
菓子ですが受け取ってください。めっちゃ嬉しいです。あと最高級風船本当にいつもこの金山を盛り上げてくれるもう看板になってくれてるアーティストさんです。はい、でまたここでね年を取ってくれてまたどんどんここで成長してたくさんの歌をみんなにこれからも届け続けてください。お願いします。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ15歳になったらさなんか意気込みとかあったら。そうですね、15歳はもっと高校生にもなるので、うん、飛躍できたできる年にしたいと思います。もうちょっと飛躍したれ。そう、はい、ね、もっと成長してお歌も上手になれるように頑張りたいと思います。はい、はい、しっかりサポートさせていただきます。いや、ありがとうございます。お願いしますあとテーマもありますもんね、まだトークテーマ、はい、トークテーマ。そうですね、今日のトークテーマはホニャララからの卒業で、まあ、リアル中学卒業なんですけど、それ以外に何か卒業したいこととかあれば。卒業リアル卒業生だから確かに卒業何でもいいんですか。何でもすごい友達からもお母さんからもよく言われるんですけど、なんか時々というか、なんか変なことを言い出すって言われてなんかもうちょい変なことどんな変なことか気になりすぎるんだけど多分一緒にいたら分かると思うんですけどまあね、 ねてかもうちょっと頭いい風な感じにしたいなって思変なことを言うことからの卒業っていうことで。そう、変なこと言うことから卒業したいと思います、はい、じゃあこれから変なこと言ってたらまだ卒業できてないっていうことなんで見守っといてください。お願いしますお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、でね、もう一人りんちゃんのお祝いしたいって言ってる方がいらっしゃるんですよ。誰かなりんちゃん、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。金山様じゃないですか。あ、どうも、様々でやっております。どうも、金山です。お願いします。お願いします。りんちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これ欲しい。すいません。欲しいもです。ありがとうございます。りんちゃん大好きな欲しいもです。欲しいもんいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にもうりんちゃん本当にもうこれからも頑張ってください。ありがとうございます。もう頑張って頑張ります。頑張って、なんで3回も言ったんです。いや本当おめでとうございます。ありがとうございます。であとすいません、一ついいですか。はい、今りんちゃんラジオやってるんです。ハキドリってラジオ、はい、の共演者の共演者であり僕のマネージャーである虎之助くんがですね、なんと、はい、今月誕生日なんです。お虎之助くんおめでとう。おめでとうございます。虎之助くんおめでとう。まあ、というわけでね、虎之助の方もね、お笑いタレントの方やってるんで、ご縁の方よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。本当に改めてりんちゃんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございました。りんちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。